はいどうもパシです、今回はね新武器が3つアップデートで追加されたということで銃がですね近接もあと2個追加されています。で銃3つ追加されたということで比べて使っていきたいと思います。まず1個目はねこちらピースキーパー MK2 というねこれはね BO2 だったピースキーパーのなんかモチーフになっている武器ですね。これねあれたとし AR なんですよ。あれ BO2 の時俺 DLC 買ってなかったからわかんないんですけど確か B4 の時 SMG だった気がするんですけどね。ピースキーパーください。でねこれねかなりブレが少ないです。ブレは少ないんですけれども全距離4発キルの AR ということでちょっと変わった武器ですよね。ただ俺的にこの武器結構いいなと思ってて大体点数的に言うと90点ぐらいを上げたいところなんですけどこのジャンプしてピョンってなった時のこのなんていうんですかアイアンサイトの跳ね上がり具合がすごい少ないんですよ。跳ね上がる武器ってすごい跳ね上がるんですよね。管とかこのピョンって落下した時にアイアンサイトがそれがないっていうだけで俺この武器ね大好きです。自分結構そのジャンプ打ちしてこうやってやりたがるんでその時のアイアンサイトのブレっていうのをすごい気にするんですよね。なんでこれは非常に当たり武器なのではないでしょうか。ただその全距離4発ということで近距離そんなにちょっとやっぱ強くないですね。結構ねなんかその足止めたと思ったら仕留めれてなかったっていうのが意外と起きる。うわやばい死ぬ。いいですね。おっとおっとわざとらしいぐらいに仕留め損なってるんだがちょっと腰打ちしていきますよ。腰打ちもね結構精度いいですよ。これ悪くないですね。レーザーサイトついてないんでにしては割といいんじゃないかなと。アタッチメントがでもつきすぎててグリップついちゃってるんでねちょっとなんとも言えないですが惜しい。今ワンチャンクワッドいけそうな腰打ちクワッドとか OK どうですか。結構いいですよね精度。嘘今の仕留めれないか。あなんか詰まってる。死ね死ね。うお。ただその結構ラピッドファイアつけてないと多分レート的に結構非常に厳しいんじゃないかなと思うところもあります。うわどうなんでしょうかね。ほんと引きたいですけれども600ポイント使って引けなかったんでちょっとねぜひ FFAR の方が正直なんかね今レート早くてブレなくなっちゃったんでアップデートで化けたんでねいいかなと思う部分もあります。微妙なラインですね。 FFAR もね出た時は正直そんな当たりじゃなかったんですけどアップデートで超大型強化されたんで今めちゃくちゃ強いっすよ。今度 FFAR でサーチで2500点ぐらい取った動画あげますんで皆さんぜひともねお楽しみにしててください。じゃあ次の武器いきますか。いきましょう。さあ次こちら R70AJAX って読むのかな。これなんでしょう。これライトマシンガンかな。噂のライトマシンガン使っていきましょう。これストック FMJ グリップ、あとなんだあれついてんの、あクイドロかな。クイドロに、ラピファ、なんだろう何がついてるんですかね。なんかこれはですね弾が無限らしいんですよ。なんか撃っても弾が回復していくみたいな。使えば分かるんでちょっと一回やりますね。なんかマーシャルとか言って怖いんですが、さあ拾っていきましょう。見てください見てください、これ弾数がどんどん増えていくんですよ。お、ギョン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 って音鳴ってんのみんな聞こえる。これメーター増えてってんの分かります。ほら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 メーター増えてる。てか早くね。あ今意外と解けない。どうなんだろう。あでも強くねこれ。これ結構これ壊れな気がするんだけど。あただ弾切れた時結構地獄が待ってますね。こうやって動けない状態が強制的に起きちゃうので多分今これ怖いわ。こういう時が運用方法としては多分サブ武器必須ですねこれ。あーこれ難しい。サーチだとかだとそれは強い。でもサーチだとそもそも殺す人数が限られているから別に弾数必要ないですし、これは運用がすごい難しそう。ただ面白そうですね。あ、じゃあ次ちょっとこれさ、メインで持ってない時も弾回復するのかちょっと試してみますか。一回50発打ち切ってみて、あれなんか弾が減ってない。まず、とりあえず打ち切りますよ。
打ち切った状態でサブに変える。さあこのサブに変えている状態で弾数が復活するんだとしたらマジモンのぶっ壊れですよ。ほい、あ、戻ってる。これは壊れてるかも。ちょっとこれちょっとやりすぎですね。 IW を先取りしちゃいましたね、だいぶ。まあでもいい。 AW の時もねチャージ系の LMG ありましたからね。なんでそこに赤点悪い、んどうなんだろうか。ただ丁寧にチーデスで戦うぐらいだったら正直これでいいのかなと思いますね。ドミネの連戦には耐えるのきついだろうけど。あぶねえ。ガッ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 て。じゃあ腰打ちの精度見ていきます。これはあーばらけるね。本当に至近距離以外はちょっと腰打ち危険かな。ほほほは、おら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 、うわーん、腰打ちはちょっと微妙な気がしますね。さっきのなんだっけピースメーカーの方が腰打ちの精度は圧倒的に良さそうですね。まあライトマシンガンなんでこんなもんですよね。そのオパシの結構その気にするジャンプした時のアイアンサイトのブレを、あーこれこれ分かります。このドッシンってなって一瞬エイムずれるんですよ。このドッシンエイムが嫌いなんですよね、このジャンプした時の。おー、これがなきゃいいんだけどね。もしかして1回戻せば、あー変わんねえか。1回戻したら必ず50になるとかっていうそういうチート系ではないんですね。そうですね、サブでも多分同じ速度で回復してる感じなのかな、多分。で、スカベンを拾ったところで何の意味もなしと。なるほどね。いやー、非常に面白い武器だ。これは欲しい。動画のネタとしては、最高級ですね、これ。何発切れなんだろうね。3ぐらいかな。1、2、3、4。あ、4発かな。1、2、3、4。あれ結構当てなかった。今5発当てなかったかな。お、 UAV 出ました。 UAV 落とせるかな。いくぞ。あー意外と落ちないっすね。意外と落ちないね。これ対空は全然これじゃきついかな。え、対空力やば、低すぎでしょこれは。ちょっとえ、これめちゃくちゃ対空弱いんだが。UAV すら落とせないのかこいつ。マジかよ。ちょっと微妙っすね。これは本当に使い勝手が局所的で非常に面白い武器ではありますが、ぶっ壊れってほどでもないかな。ちょっと一瞬ね、弾無限でリロードいらずで結構4発距離5発距離結構ぶっ壊れかと思ったんですけれども、そんなにぶっ壊れではないかもしれません。じゃあ次行きましょう。さあお次こちら DBSR50 使っていきましょう。なんか DSR とバレットが、ま、混ざったような名前してますね。銃をよこすんだ。さあゲットしたぞ。これはなんかその2発撃つごとに、コッキングが入る SR みたいな感じだそうですね。これなんだこれ、これ なんつったっけ、バリックスサイトか。おおー、なるほどね。ワンショットキルいいですね。おお、いいねいいね。あ、ミスった。おお、ツーインワン、いいっすね。てか、リロード早くね？パスマークついてんのかな？腰打ちは？あー、腰打ちの精度はさすがに SR だから、SR だから、まあこんなもんですかって感じか。ほっほっ、おお、これほっほっ、あ、全然当たんねえ、腰打ち。さすがにあれ、モダンスリーの時みたいな、バレットみたいな感じで腰打ち運用はさすがに無理そうですね。面白い面白い。おお、何枚今の。おお、ほっ、クワッドビード、ほっほっ、あー惜しいね。でも反射はどうなんだろうね、少ない気もするけど RSA よりは全然強そう。おっと、意外と難しいぞバリックス運用。ほっほっ、なるほどね。ガンミガンミファイブオン。あー、これ、え、連射やばい。
バリックスの連射やばくねこれ。こんなん SR じゃねえじゃん。やば。あ、これはこれ結構やばいかもしれないよ。 SR として運用せずになんかシーバとかのお友達感覚で使うと鬼強いかもしれん。あ、これ強い。あ、これ当たりですわ。あ、おっと。あ、これは強いぞ。超欲しい。いいっすね。バリックスありかもな、この武器は。ほらほら、あー、あそこ反射。うわ、リロード。ほほほ。続く連キルいいね。ほほつー。あー、惜しい。ドラッグ気味にするとかなり難しいね。うわー、今のは確実に上半身だけどね。何人の腰打ち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 。全然当たんねえ。スキルはかっこよく、この遠距離をパッ。ということで、新武器全部使ってみました。皆さんいかがだったでしょうか。個人的に全部当たりですね。まあ、ライトマシンガンだけ非常に癖が強いかと思いますが、この DBXR は非常に強いんじゃないでしょうか。で、あとね、ピースキーパーは自分的にはブレもないですし、なんか HVK とかをより使いやすくしたっていうのかな、なんでしょうかね、 FFR に近いのかな。まあ、非常に、使い勝手のいい武器なのではないでしょうか。ただ近接が若干弱いと思いますのでね、全距離4発ということで、まあ、ラピッドファイヤーの運用がまあ必要になるのかなというのがオパチの感想でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。